ラチア音楽賞は社会福祉法人旭川荘が2013年から社会貢献に取り組む若手音楽家などを対象に毎年贈っている賞です。9回目の今回は、さまざまな人たちに音楽を身近に感じてもらう取り組みをしているビオラ奏者の中村翔太郎さんと作曲家の松崎邦夫さんが受賞しました。新型コロナの影響で4年ぶりに開催されたコンサートでは5曲が披露され、およそ150人が美しい音色を楽しみました。ものすごく名誉のある賞を、いただくことができまして、大変光栄に、思っております。さらにより高みを目指していきたいなというふうに思っております。旭川荘では今後も音楽と福祉をつなげる活動を続けていく予定です。